はい、小宮です。今回は韓国からゲストが来てくれています。ちょっとなかなか因縁もある相手でしたが、今はもう和解してね、ちょっと約束した明太子おにぎりを作っていきたいと思います。どうぞ。こんにちは私は韓国有名ラッパーエイキンジンです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今回わざわざ韓国から来てもらってね、コラボすることになりました。あの、意思疎通がなかなかまだちょっとまあ難しいんで、通訳もしてもらいながら、やっていきたいと思います。あ、오늘저를위해서제가기다렸던明太子おにぎりを만들어주신다고해서제가한국에서부터이렇게왔습니다。오늘정말기대가많고요。아、맛있게먹어보도록하겠습니다。もともとおにぎり屋さんだった。あ、本当にすごい。そうなんですよ。ということで今回まず東京ですごい有名なボンゴっていうおにぎり屋さんがあって、それを作っていきたいと。わあ、すごい。そう、今回それをちょっと食べてもらって、韓国にも韓国あのおにぎりおにぎりが있긴한데한국에는아직明太子おにぎりが없어요。ないんだ。へえ。日本来た時に食べた。일본왔을때처음먹었어요。그래서제가일본을자주오는데일본에오면무조건처음에먹는게明太子おにぎり。자、ということでこれから作っていきます。今回あの博多から取り寄せたあのすごい有名な明太子です。東京だと明太マヨネーズ、あ、明太マヨネーズとか有名だったり、あと鮭とかイクラとかと合わせたりするのもすごい美味しい。あま、コメオ씨는아실거예요。이明太子が원래한국에서일본으로넘어온거예요。몰랐어요？だから博多有名なんじゃないですか？近いですか？いや、多分そう。あの、福岡。釜山에계시던분이福岡로가셔서。あ、そうなんだ。博多に来たのはそれで韓国からだけど、タラの干物も有名。タラ。よく食べる。あ、あ、マニも。有名。だということで。やりましょう。はい、早速作っていきます。お米ももう炊きました。あ、料理를하신지는실례지만몇년전。刑務所行った時。時間、期間이어느정도？5年。5年。親戚に韓国の人がいて、韓国料理を教わったりした。夏やってることで。ご飯も炊きました。どっか。日本で一番好きなのは明太子おにぎり。ラーメンだ、おにぎり。寿司とか。寿司美味しい。이게한국에없어서더생각난다。韓国で明太子おにぎりやろう。確かに。売れるかもしれないね。あ、ホメオ氏が오면、제가홍보한다고。おにぎりはあります？おにぎりに있어요。何おにぎり？뭐、참치。너무많죠。근데明太子만없어。嫌いな。모르겠어요。친구들한테음식해줬을때친구들이맛있다고하는지。はい。結構作る。友達に。여자친구가되게좋아하겠다。よく作る。彼女料理できない。じゃじゃん。こんな感じで入ってます。で、明太子をやるとき結構このまま切ることもすごい多いけど、中身を出しちゃいます。開いて。そう、こんな感じ。おにぎりに合う塩、アイズの塩です。おにぎりとジャンで素分量を、お米は塩を少し加えると甘みがより強くなる。ああ、すごい。手に少しかけるくらい。ああ、ちょっと骨とか骨の感じもなんだ。熱い。待って、熱い。想像でするくらいまずですか。ボンゴは食べたことある？ないです。ない。ちなみに、ボンゴのおにぎりはすごいふわふわした握らないおにぎりってすごい言われるんだけど、そういうおにぎりがすごい有名です。俺は、木の型を使わないとちょっと難しい。おにぎりいっぱいください。おにぎりいっぱい、OK。 ありがとうございます。結構量食べる人クラチなのでここで冷凍冷たい。もっともっと配りっすね。日本人みんな好き。明太子、おにぎり以外で好きなものあります？日本の。
牛丼。牛丼か。昨日食べてた。おいしい。うん。はいはいはい。吉野家。吉野家。ああ、町。おいしい。これを煮ていく。혼자식사하실때도이렇게다만들어서아네오시작새로운요리とか作ったりして새로운요리를만들어아오늘먹는게너무코너때문에이미안ここに最後ローのせる韓国のなんかその袋の味みたいなのは何なんですか삼겹살이죠삼겹살김치찌개김치찌개오니대작은아すごい美味しそうに키토미가진짜가가야되는데눈눈이되게せーの一丁上がりじゃあ出来上がりました韓国語でいただきますか잘먹겠습니다잘먹겠습니다せーの잘먹겠습니다よしいただきますいただきますうんうまいおいしいうまいわ、うん、そう久々に食べた、うん、うまい、うん、明太子いっぱい、うん、美味しそうに食べてますね本当に美味しい美味しいはなんて言うんですか、うん、マシソマシソ、うん、マシソ、うん、水じゃない水いらない水いらないまあということで、前回ブレイキングダウン8で戦った友人選手でした初めての試合ちょっと待ってめちゃめちゃ日本人みたいな一瞬うんうまいうん手洗った方がいいんじゃないですか本当に美味しいよかった、うん、先日、まあ、ブレイキングアウトで戦った友人選手ですが、うん、初めての試合でしたか超試合ですよどうでした初めての試合難しい緊張緊張가수니까무대경험이많은데긴장이너무많이됐어요브레이킹다운때특히3분3라운드みたいな試合じゃなくて1분1라운드だったりするから1分1라운드가더어려웠어요けどめちゃくちゃ気持ち強かったよね응緊張してるように見えなんだもん액션이었죠액션だもともと経験はあったんですか格闘技あ、복싱만복싱만근데복싱은3분3라운드1분1라운드는시간이없으니까그냥무조건하지만사실1분1라운드이럴때는結構変わるね3분3라운드니까最初の1分をさ抜き押すみたいな感じしたりするけど복싱은どのくらい복싱은그렇게오래하진않았어요몇년했는데뭐한3년정도すごいオーディションはのことについてはどう思いますかちょっと質問しづらいですけどオーディションって最初もうちょうどコメオシエでやんこれ모르니까근데ブレイキングダウン특성상고발을해야되고거칠은말을해야되니까いや俺は金玉って言われすぎて黒髪にしましたああ金玉っていうワードが流行っ아한국에서그브레이킹다운보신분들이한국연예인분들이한국연예인분들이코메오씨많이알아요예코메오코메오씨이름은몰라도아코메오산의名前は知らないけど金玉は유명한국분유명金玉で머리나미안한데한국분이말하시는데すごいよすごい韓国の選手やっぱ皆さん強かったですね。みんなで練習はしました。あ、ダブル。あ、別々。これ別々で。うん。イサングン選手が、저를복싱가르쳐준다。韓国有名복서。へえ。コメオ씨が나이가28。저는
44歳。バンさんとかと同じぐらいってことですね。見えないよね。てかよく出ようと思った。確かに。どれくらい準備したんですか、試合前は。あんだい1ヶ月。友達、ジョナ오면나이가많은데시합한것만으로도잘했다それ本当にすごいと俺が44歳だったら絶対出ない。ちなみに今日は夜一緒に飲みに行くことを約束したので。相当お上手みたいなんで、お酒が。いや絶対そうでしょ。だチャミスル1本も飲めない。あ、チャミスル出る。今日は何食べたいですか。生ビール3つ。ビールと合うのって何だろうね。スンドゥブがすっごい好きで。スンドゥブは、スンドゥブ自分でよく作る。試合って어땠는지。いつも以上にリラックスして戦えた。今回強い相手とか国をまたいでっていうのが日本代表みたいな意識が出たりして、いつも以上に勇敢に戦えた。映像のデータとかないから、もう思い切っていくしかないか。確かにそれは大きかった、考えても なんか変に対策を練ってたらうまくいかなかったと思う。そうね、ちょうどコメヨシデータを봤는데、YouTube を봤는데、너무옛날걸봤어요。그래서그영상봤을때는어괜찮아나뭐잘하는것같지않은데그렇게생각했는데그게한1년전최근영상거를보니까안포안포신슈랑이제연습하는거보니까아그거를그거보니까너무잘하는거예요。그거를너무늦게봤어요。1년でめっちゃ強くなった。1年しかやってないから試合をめっちゃしたのがでかかった。そうですね、1分になれたっていうことがでかいかな。今まで延長行ったら結構体力的にきつかったから、全然あの時あの膝蹴りでバンって試合止まったわけじゃなかったから、その後の攻防で一回血がすごかったからレフェリーが止めて、その後にドクター入って TKO になったの。その TKO の時普通に全然まだ殴りに来てたから、超強気だと思ってめっちゃ思ってた。絶対入ったと思ったもんね。倒れんじゃないかっていうふうに思った。だからその後あいつは血に行って一緒に明太子おにぎり食べようっていうのを約束して今回に至りました。今回友人さんといろいろね、あのブレイキングダウン8を振り返ってみましたが、友人さんを迎えて、今回明太子おにぎりを作りました。美味しかったですか。ああ美味しい。本当に美味しい。이거探し方で。もちろん。ありがとうございます。いずれじゃあ韓国で。そうですね。明太子おにぎり。おにぎり屋さんやりましょう。無条件。そうそうそう。本当に。プロモーション。それめちゃくちゃ楽しいよ。確かに。お金いっぱい。はい。この後ちょっといよいよ2人で飲みに行く。その様子はちょっと YouTube に載せれないですね。まあインスタとかに載せると思うので、そちらもチェックしてみてください。以上、コメヨでした。ありがとうございます。